はい、4連休もいよいよスタートしましたね。ジェムツリージャパンは昨日の夜からちょこちょこスタートを切っておりますけれども、いろいろとですね、皆さんご参加いただいて本当ありがとうございます。夜中だったり朝方だったりもいろいろ動いていただいて本当に感謝しております。一発目の特別オークションがですね、そろそろ終了時間になっておりますけれども、続いての特別オークションのご紹介を次はしてみたいと思います。この雰囲気の似たですね、赤と青の2席いい感じですよね。バラバラでご紹介していきますので、それぞれに今商品説明をしてみたいと思います。はい、まずはですね、ビアッチャン作品のルベライトですね。こちらトルマリン祭りもちょっと兼ねてですけれども、 1.8 キャラのですね、綺麗に仕上がっているオーバルになります。インクルージョン等はですね、ルベライト特有のものがご覧のように存在しておりますけれども、このシャキッとしてない感じ、パライバトルマリンのようなですね、インクルージョンがあるおかげで、この独特のネオンカラーやこの色合いがこう乗るという感じですよね。まあ、ルベライトにペンライトを当てる人もそんなにいないとは思いますが、今当ててみるとこう真っ赤になるですね。本当にルベ特有のこの赤さをですね、しっかり感じられる、ものになっています。また場面の大きいですね、1.8 キャラですので、本当にこう存在感もありますので、いい感じの赤いトルマリン、レッドトルマリンをですね、特別オークションでご紹介したいと思います。はい、で続いてはこちらは青い宝石、アフガナイトですね、 1.033。実はこれ、先日のジェムツリー、オリンピックですね、に、最楽ありで、一度出品をしたですね、アフガナイトなんですけれども、キャラアップの、アフガナイト、あの時はですね、最楽ありで落札者がおりませんでした。実を言うと、もう本当ギリギリのところで、落札者なしということになってしまったので、一旦、取り下げておりましたけれども、今回のこの4連休特別バージョン、少し思い切りをつけたいということもあってですね、今回も最楽ありではあるんですけども、この1個だけ最楽ありにしますけども、前回よりもぐっと最楽値段を下げたですね、値段で、登場させてみたいと思ってます。ちなみにこの最楽に到達した時には何かしらこう分かるようにですね、ページの方に表示したいと思ってますので、ぜひですね、皆さんこうあの時のように狙っていただけたらと思います。ちなみに、ルベがいつ、アフガがいつという時間帯はまだ決めておりませんので、どこでいきなり出動して何時に終了するか、これは出品してのお楽しみということで、ドキドキ、しながらお待ちいただきたいなと思っています。はい、この雰囲気のあるですね、赤と青の宝石、バラバラになりますけども、2つご紹介していきたいと思ってます。はい、その他のイベントも今準備中ですので、目を離さず、楽しみにお待ちいただきたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。以上です。